火曜日は経済です。長崎県立大学教授でエコノミストの鳥丸聡さんです。鳥丸さん、おはようございます。おはようございます。今日はウイルスの話だそうですけども、新型コロナウイルスの話ではないみたいですね。ではなくてですね、はい、抗体疫ウイルスについてなんですけれども。抗体疫、はいはい、宮崎抗体疫ですね、うん、あれから10年っていうことなんですが。あ、10年ですか。宮崎県で牛への PCR 検査の結果で、家畜伝染病抗体疫ウイルスの陽性が確認されてから、うん、今月20日でちょうど10年っていうことなんですね。あ、もうそんな経つんですね。で、それからの3ヶ月間で殺処分された牛と豚が29万7800頭っていうから、まあ、30万頭ですね。宮崎県内で飼育されていた牛や豚の4分の1に相当するんですけれども、当時宮崎県内で中止されたイベントの数が226、春の運動会とか夏祭りとか花火大会も中止になって、でロックダウンした図書館とか文化スポーツ施設は400施設っていうですね、まあ、日本の畜産史上最悪の被害をもたらしたんですが、観光も合わせた被害額は県全体で2350億円っていうふうになってて、この2350億円どのくらいの規模かっていうと、はい、宮崎県の年度予算の4割弱ですね。うわ、これ大変な損失でしたね。振り返るとね、改めて。で、家畜の移動を制限するのはもちろん、人もウイルスは一人では動きませんから、はい、人の不要不急の外出や集会の自粛を求めた宮崎県の非常事態宣言というのが発令されていたんですが、それが解除されるのに3ヶ月かかって、はい、7月下旬に解除されたんですが、はい、当時夏の高校野球宮崎県予選は準々決勝までは無観客試合っていうですね。そうでしたかね。そういう状況だったんですね。で、この抗体疫ウイルス感染というのは多くの課題を残したんですが、はい、まあ、とりわけ大きかったのが、なんか今と似てるんですけど、補償の問題なんですね。あ、はい、うん、ウイルスを封じ込めることを最優先しなきゃならないのに、殺処分した牛や豚の埋却地、埋め立てなきゃいけないんで、その土地を県が買うのか国が買うのか、なかなかそこで手間取って農家保証の問題に手こずって感染した家畜の数がオーバーシュートしてしまったっていうことなんですね。で、1頭目の発生から1ヶ月以上遅れて法律ができて、はい、抗体疫対策特別措置法、略して特措法っていうのができて、やっとその保証問題の決着を見たんですが、当時鹿児島大学獣医学科の岡本先生っていうのが、はい、どう言っていたかっていうと、燃え盛る家の前で放水することを後回しにして、政治家たちが保証問題を話し合っていたって皮肉ってるんですね。だからこの保証の問題とか国と県の役割分担が曖昧だったことも被害を拡大させたということになっています。なんかそんなことがあったのに今回あんまり教訓が生かされてないような気がするんですけど ね、だから厚生労働省より農林水産省が温度を取った方がよっぽどうまくいくんじゃないかという気もするんですが、ね、一方ですね、当時の韓国では、350万頭を殺処分してるんですね。だから宮崎の場合30万頭とはいえ、よく県内で封じ込めることができたと、これ前向きに評価したいと思います、はい、で、封じ込めるのに成功したポイントいくつかあるんですけれども、一つは周辺地域の初動が早かったんですよ。10年前の4月20日その1頭目がの感染が報道された時、私宮崎市内にいてですね、はい、商工会の方々と打ち合わせ会議をやってたんです、で、お昼の休憩時間にテレビ見ていたら速報のテロップがこう流れたんですよね。で、その夜は宮崎市内に泊まって、次の日宮崎から南に向かって鹿児島県志布志市の事業者さんを訪ねなきゃいけなくて、南下していたら驚いたのが、はい、その抗体疫ウイルス感染1頭目の報道から24時間も経っていないのに、宮崎県と鹿児島県の県境ではすでに消石灰がまかれていて、
防疫服姿の係員の方々が1台ずつ車を止めて、あのタイヤの溝に抗体ウイルスっていうのはかなり付着するっていうことで、うんうんうん、はい、タイヤの洗浄をしておられたんですよね。そうですか。だから、まあ、志布志っていうのは志布志港っていうところが配合飼料の一大輸入拠点になっているから、危機管理体制が整っていたんだろうと思うんですね。それとね、もう一つ成功ポイントっていうのは、はい、畜産業とは直接関係のない建設会社、産廃業者さんも24時間体制での車両の洗浄作業にボランティアで参加してたんですね。で、一般市民も移動制限とか集会イベントの禁止に皆さん我慢しながら協力してたと、で一部の地域だと国の防疫マニュアルでは不十分ということで、はい、強化区域っていうのを設けて県道以外の脇道を全部封鎖して、全ての人が消毒ポイントを通って出入りするように仕向けたっていうですね。でもっとすごいのが車の動きを可能な限り止める、人の動きを小さくするために、はい、郵便局は局止め、郵便局までみんな郵便物は取りに行く。で新聞や宅急便の荷物は公民館にまとめて届けて、公民館にみんな歩いて取りに行くっていう、広域的に移動するっていうのをなるべく減らしたっていうことですよね。だからなんかね、こう、まあ、宮崎、鹿児島って南九州の畜産基地っていうのは、まあ、新型コロナ の感染者数も少ないわけですよね。で鹿児島はね、ずっと感染者が出なかったですもん ね。九州で最後でしたもん ね、 出たのね。過疎地だから、はい、まあ、そもそも3密状態になりにくいっていうのも一つの要因ですけれども、自治体と地元企業と住民が一つになるいい意味での田舎力っていうのがまだ生きていて、こう見えない敵を正しく恐れた上で戦う術をこう過疎地っていうのはこう知っているって思うんですよね。だから我々都市住民っていうのは今こそ過疎地にいろんなことを学ばなきゃいけないっていう、10年前にこんなことあってたでしょっていう、まあ、人と家畜の場合は違いますけれども、はい、学ぶことは多いんじゃないかなと思いますね。確かにそうですね。はい、鳥丸さんありがとうございました。ありがとうございました。長崎県立大学教授でエコノミスト鳥丸聡さんでした。